帝光河道橋船舶,舶が通過する後継帝光河道橋は高知県港南市安町帝の飛べ会式河道橋で正式には高知県帝光臨港道路河道橋帝光のシンボルである港南市安町帝にある帝光は江戸時代初期に河口の岩盤を人手によって掘削して一室みした日本最古の掘り込み港湾とも言われその港の入り口にかかる片側跳ね上げ式の 稼働橋である。日本でも珍しい稼働橋の形式で、橋の手前には、踏切のように遮断機が設けられている。建設費21億3000万円を投じて2002年9月、完成した。長さは約32.8メートル、福音は7.0から9.0メートルで海側に、幅2メートルの歩道を有する。開閉時間は約6分かかる。 警報器が鳴り始めると遮断機が下り、その橋はゆっくり上がり始める。1日のうち約7時間だけ橋を渡ることができ、その他の時間は船舶通行用である。駆動は油圧シリンダー方式で、飛べ回角度は最大70度である2016年6月18日放送の NHK ピタゴラスイッチのそこで橋は考えたのコーナーで、この橋が紹介されたほか、 2016年10月からオンエアされているダイハツキャストアクティバの CM においてそびえ立つ道として取り上げられている観光社会資本の事例集テイコーエビーササキイの伊藤 2015P107 ブラッドオークコーチのお宝テイの羽橋公益財団法人コーチ券産業振興センター2016年7月21日閲覧 土木機構ナンバーワン0、定校の稼働協から、土木学会四国支部、2016年7月21日、閲覧。定校稼働協高南市、2016年7月21日、閲覧。高知県定校臨港道路稼働協管理規則、高知県定校港湾改修事業、大発工業株式会社テレビ CM、ソビエタツミチペン。ありがとうございます。